皆さん、こんにちは。女優の篠田麻里子さんが自身のインスタグラムで交際中の男性がいることを報告しました。私事ですが一つ報告させてください。唐突にすみませんと切り出し、現在私にはお付き合いしている男性の方がいます。一般の方なので詳細は差し控えますが、私や娘のことを大事にしてくれる、とても尊敬できる方ですと交際を報告しました。しかし相手は離婚経験者ということで、略奪愛だったのはないかという声も聞こえています。今回はこの報道について詳しくお伝えし、お相手の男性について、また略奪愛の詳細についてお伝えしていきます。この2人が知り合ったのは昨年といい、誠実に私たちに向き合ってくれる姿勢に惹かれてお付き合いすることになりましたと経緯も明かしました。当初は恋の予感もなかったようで、まさかお付き合いすることになるとはと、自分が一番驚いていますと綴ります。そして、今の私は子供のこと、仕事のことを大切にして心穏やかに過ごしています。今後も何かあれば自分からお伝えしたいと思っているので、温かく見守っていただけると嬉しいですとファンに理解を求めました。関係者によると、お相手は株式会社ナレッジワークの創業者で、代表取締役 CEO の浅野浩二氏、昨年知り合い、今年春頃から交際に発展したといいます。浅野浩二さんのプロフィールは以下の通りです。名前、浅野浩二、生年月日1979年11月3日、年齢44歳、出身兵庫県宝塚市、住所東京都江東区、高校光陽学院高等学校卒業、大学慶応義塾大学法学部卒業。浅野浩二さんは2003年慶応義塾大学法学部を卒業。偏差値72の超難関校です。在学中はギャル男全盛期で、日焼けサロンに通ったり、飲み会や合コンをしたりと、よく遊んでいたそうです。大学生時代は遊んでばかりだったそうですが、インターンシップを機に考え方が変わり、ビジネスに興味を持つようになったのだとか。浅野さんは経大法学部卒業後、経営コンサルティングを手掛けるリンク&モチベーションに入社。2010年にベンチャー向け人事コンサル部門の執行役員に最年少で着任し、2013年には成長ベンチャー企業向けの投資事業立ち上げを行い、複数の投資先を上場に導きます。2016年には国内初の組織改善クラウド、モチベーションクラウドを立ち上げ、その後モチベーションクラウドの取締役に着任。2018年にはボーカーズ、現オープンワークに出資し、取締役副社長を兼任されます。2019年にはオープンワーク社の取締役を退任し、退任後の2020年、ナレッジワークを創業しました。同社は企業向けのクラウドサービスの開発提供を行っています。浅野浩二さんはこのように数多くの企業で経営力を発揮され活躍しています。デジタルマーケティングやオンラインビジネス戦略の専門家として有名です。週刊現代のこれからの日本を変える経営者50人にも選ばれたことがあり、これからの日本をリードする経営者として選ばれていました。篠田麻里子さんは1986年3月11日生まれの日本のタレント、女優です。篠田さんは AKB48 の初期メンバーとして知られ、グループ内でも高い人気を誇っていました。2005年にファーストシングル桜の花びらたちでデビューし、その後も多数のシングルやアルバムで成功を収めました。 AKB 卒業後は女優やモデルとしてマルチに活動を続けてきました。映画やテレビドラマ、舞台でも数々の作品に出演し、その演技力も評価されています。さらに彼女はファッション誌の専属モデルとしても活躍し、美しいスタイルと個性的なファッションセンスで多くの女性から支持を受けています。2019年には3歳年下の実業家高橋優太さんとの交際ゼロ日婚が話題となり、翌年には第一子となる娘が誕生しました。しかし2022年3月には離婚を発表し、現在は娘と共に新たな生活をスタートさせています。篠田麻里子さんの活動は多岐にわたり、現在も女優業を再開し、メディアへの露出も増えています。その影響力は依然として健在であり、多くのファンからの支持を集め続けています。篠田麻里子さんと浅野浩二さんは2023年に知り合い、
2024年春頃から交際を始めたそうです。篠田麻里子さんは2023年3月に離婚が成立し、現在シングルマザー。そのため子育てにかかりきりであるため、篠田麻里子さんの自宅に浅野浩二さんが訪れるおうちデートを重ねているとのこと。篠田麻里子さんは前回の結婚は交際0日結婚で有名でしたが、浅野浩二さんとは順調に交際をされているようです。また関係者によれば、浅野浩二さんは以前結婚されいて子供がいますが、現在は離婚しているそうです。調べたところ、浅野浩二さんの元妻や子供に関する情報は公開されていませんでした。プライベートは公開しないタイプの方なのかもしれません。過去のインタビューでは離婚の経験を通してこのような気づきを得たと話していました。人の気持ちがわかるようになりました。今まで人から傷つけられるなど、そういった経験がなかったため、初めて離婚という辛い経験を通して人の気持ちが理解できるようになったということ。二人を知る関係者は、共に離婚歴があるだけに結婚に関しては慎重に考えていこうというスタンスをとっているようです。見守っていただければと話しています。また、篠田麻里さんの離婚劇の騒動の発端は、篠田さんの不倫疑惑。妻は浮気をしているに違いないと思っていた実業家の夫に対し、妻の篠田さんはそれを完全否定し、離婚調停を行っていたものの、不倫や慰謝料を争点とした裁判を迎えることなく和解し、婚姻関係は解消されたようです。このようなこともあり、今回の浅野浩二さんとの交際が略奪愛だったのではないかと言われるようになったのです。実際に篠田麻里子さんは2023年3月に離婚が成立し、浅野浩二さんとは2023年に知り合っているため、まだ離婚が完結していない間に出会っていたと思われます。浅野浩二さんがいつ離婚したかは分かりませんが、篠田さんの過去の騒動による世間からの印象が変わるのは難しいのかもしれませんね。この真剣交際の公表により世間からの反応も厳しく、一部反応をご紹介します。一般の方なので詳細は差し控えますって言うんだったら公表しなくていいのに、わざわざ週刊誌メディアにつきまとわれるようなこと自らやってるのが理解できん。言ってることとやってることが矛盾してるような。すでに IT 系の企業創業者と記事が出てるから自ら公表されたようですね。まだ若いし綺麗だから、これからもいろいろあると思いますが、お子さんの気持ちを第一に考えてあげてほしいですね。やっぱり一般男性って言ってもいわゆる一般男性ではないですよね。不義が原因で離婚されたのかなと思っていましたが、子供さんは引き取っておられたのですね。子供のこと、仕事が大切でもお付き合いする時間が取れるってすごいですね。3人でデートでしょうか。結婚でもなく、お付き合いなら別に報告不要では。ましてやお子さんもいる身なので、もう少し慎重になった方が良いと思います、などの声が聞こえました。今後さらに報道が出て批判が出るとは思いますが、公表したからにはしっかりとした交際を行ってほしいですね。いかがでしたか。今回はお相手の男性について、また略奪愛の詳細についてお伝えしていきました。最後までご視聴いただきありがとうございました。高評価、チャンネル登録をお願いいたします。それではまた。